騎士団長のアレクセイって人が話のわかる人でよかったね。私ももっと頭の固いイケスかないやつかと思ってたわ。ユリは面識があったんです？俺の方からは知ってたけど、向こうはこっちを知らなかったんじゃねえか。騎士団にいた時期なんてすごく短かったんだからな。どういう人なの、あの人？厳しいところはあります。でも帝国騎士の鏡のような人です。彼に憧れて騎士になる方も多いとか。俺とは縁がなさそうなやつってことは分かったわ。エステル、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。はい、何です？どうかしたの？さっきのもう一度言ってもらえます？だから聞きたいことがあるんだって。その前です。エスティル、やっとそう呼んでくれるようになったんですね。ちょっとみんなに教えてきます。まあいっか。本当あの子何？エステルよ。すぐ無茶するし、やめろって言ってるのに勝手に行動するし。エステリーゼがエステルに変わったな。前からそうよ。何言ってんの？それになんか声の調子変わってる気がするの。気のせい。気のせいなのだ。なのだだって。ふん。やだ。うるさいわよ。いいでしょ、なんでも。はあ、なんでも構わねえ。これからもよろしくな。